実行機能障害聞きなれない言葉だと思いますはじめに実行機能障害が持った場合どういう行動特徴を見るかからご覧いただきたいと思います動作がなかなか始められない物事を最後までやりきることができない忘れ物をなくし物が多い何度言われてもやらない自分で考えて行動しないやる気はあるのに努力できない物事の優先順位がつけられない 時間にルーズなどなどですこの実行機能って何っていうことなんですけれども言葉の説明をしていきましょう実行機能とはこちらに書いてありますように目的を達成するために必要な機能具体的には意思注意行動のコントロールが働いている状態です 一方実行機能障害とは何かと言いますと大事なことなのでちょっと聞いていただきたいんですけれども、えー、と本人の心がけや意思の強さとは関係なく本人の心がけや意思の強さとは関係なく目的を達成するために必要な機能が働かない状態です、えー、もう少し実行機能について学んでいきましょう。実行機能の お働き方です、ね、いろいろな考え方があるんですけれどもウェブ講座、えー、シンプルにお伝えしていきたいと思います。まず何ををややるかか私たち決めててどうういいいふにっけばということを企画やることを決めてこういうふうにすればいいというふうに企画計画を立て実際に行動を起こす。 行動を起こしている間そのやることを頭にとどめ気になる刺激があっても意識を集中させやりたい他のことをやりたいというような思いを抑制しその行動をやりきるその後、自分の行動がどうであったかということを振り返り必要なさらに行動を効率的にやったりとか効果的にするための行動の修正をする。 これが実行機能の働いている姿であると。